第1問、このメダカはオスでしょうかメスでしょうか。正解は越後聖火。おはようございます、ひよこめだかです。いつもひよこめだかチャンネルをご視聴くださりありがとうございます。先日作ったオスメス当てクイズが好評だったので早速第5回を作成しました。名付けて第5回メダカオスメス当てクイズ。過去のオスメス当てクイズについては説明欄にリンクを貼っておきます。見てもらえたら嬉しいです。10秒間動画を流した後に5秒間静止画を流します。約15秒の間にオスメス当ててみてください。第1問、エルビス×アセロラ、スワローの普通比例 F1 です。正解はメスです。卵を持ってたらわかりますね。第2問、ひよこ特製ラメだるま、この子は琥珀タイプの子です。正解はメスです。だるまになるとヒレが短くなって難しいですね。第3問、ひよこ特製ラメだるま、この子はゴールデンタイプです。正解はメスです。コロコロしてて可愛いですね。第4問、ひよこ特製ラメだるま、この子は、ゴールデンタイプです。正解はオスです。ヒレ閉じ気味ですいません、ちょっと遠慮中です。第5問、ひよこ特製ラメだるま、この子は琥珀タイプです。正解はオスです。だるまでもちゃんと背びれと尻びれに切り込みがありますね。最終問題、エルビス×アセロラ、この子は F1 普通ヒレのスワローです。正解はオスです。スワローになると背びれの切り込みが分かりづらくなりますね。はい、今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画がいいなと思った方はチャンネル高評価とチャンネル登録してもらえると嬉しいです。これからもどんどん面白い動画作っていくんで応援よろしくお願いします。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。